はい、酒好きな俺の飲酒動画、今回は、発泡酒、グリーンラベル、キリンのグリーンラベル、あ、名前変わったのこれ。淡麗グリーンラベル生、糖質が 70% オフ、アルコール度数は 4.5% の発泡酒です。原材料が麦芽とホップと大麦とコーンと糖類、麦芽使用率 25% 未満、新って書いてあるけど、これ。最近なんか、何でもかんでも新みたいな。何が変わったかも全然わかんない。どうせあれだろう。令和になったからっつって、とりあえず新にしとけばなんか、あれだろうみたいな。売れるだろう的な。そういう、あれでしょ。魂胆でしょ。絶対。俺も、もう長いこと飲んでないな。グリーンラベル。今日のつまみは、じゃーん、こちら。ダイソーで売ってたオイルサーディン。缶切り不要。パスタやサラダにぴったり。これ食ったことないんです。前ね、あのね、これに似たね、ダイソーで、アンチョビを買って食べたんですよ。そしたらね、人生初のアンチョビ食ったんだけど、ものすごいしょっぱい。もうしょっぱいとかレベルを超えてあれ全部食ったら多分死ぬんじゃないかと思う。塩食ってるようなもんだね。油が乗って美味しい時期の、イワシを油漬けに仕上げました。そのままお召し上がりいただいてもスパゲッティにも、大変おすすめです。固形量が 90g で、総量が 125g。モロッコで水揚げされる当製品のイワシには表面に鱗が付着している場合がありますが、食品加工処理を行っており問題ありません。また良質なイワシは鱗まで召し上がっていただきます。身と合わせてお召し上がりください。また水揚げの時期により魚の代償があります。イワシには DHA や EPA が含まれています。これです。こちら、なんと1タブレットで 500EPA と 250DHA が取れるという。オメガス、ウルトラオメガ3、完璧。あ、思ったほど悪くないな、これ。どれどれ？あ、原材料が、イワシとひまわり油と食塩。ひまわり油って珍しい。ひまわり油。最近の子は、缶切りの、開け方すら知らないらしいですね。こういうのは、開けられるんだけど、まあ、でも、そっか、もうみんなあれになったかな？缶切り、パイナップルとかさ、桃のさ、缶詰とかさ、今どうなってんのか知らんけど。ねえ。まあ僕も思ってますけど、まあ缶切りとこれ線切りですけど、線抜きですけど、ここを使ってこうやるのが、やり方わかんないっつって、よく言われてますけど。いただきまーす。あ、結構たっぷり入ってるわ。アンチョビ少なかったからな。量が。いただきまーす。あ！あ、程よい塩気。うん。程よく塩味。あ、これうまいわ。あ、美味しい。最近魚の値段上がってますからね。うん。缶詰とか。俺、サバの味噌煮大好きだったんですけど。うん。値上げしたじゃないですか。サバの味噌煮大好きだったんだけどな。うん。あ、美味しい。ちょうどいい。うん。ちょうどいい。これあれだ。
まあ、サバ大体高いんですよ。うん。イワシは安いけど、うん。確か。サンマとかもまあ安いじゃん。サバ高いんですよ。これうめえわ。普通にうめえ。原産国はモロッコです。モロッコってどこだ？モロッコといえばモロッコヨーグルでしょ。あれもなんでモロッコヨーグルって言うのか全然わかってないんだけど。あの、10円の駄菓子。あの、ヨーグルトみたいな。いや、見た目ヨーグルトなんだけど、あれ実際はあの、確か油なんだったっけな。あれ油らしい。油脂。モロッコはどこでしょうか？モロッコ。あ、モロッコって言ったらあれだ。ドラクエ3のあれだ。昔の、勇者松本のあれだ。の動画の。あれほんと面白いですよ。あ、モロッコは、アフリカ大陸の、一番北西にある。ヨーロッパのポルトガルに一番近い。モロッコ。これあれじゃねえか。地中海だ。これドラクエ3だ、まんま。あの、オリビアの愛で使うところだ。で、なんだっけ、ガイアの剣手に入れるのが地中海ですね。うん、確か。あとあれだ、地中海にはあれがいるわ。海賊船がいるわ。で、骨？船乗りの骨手に入れて、違う、船乗りの骨手に入れて、そこで、海賊船の、が地中海にいるんですよね。ドラクエ3で。あれ、オリビアの愛もここだったっけな？違った気するな。どこやったオリビアの愛使うところは別な場所だったっけ多分あれどっちだったっけな多分ね俺間違ってますね海賊船が出てくるのはあれだあの船乗りの骨取って海賊船が出没するの多分地中海ですねあの、現実の。あ、うめえ、これ、マジで。うめえ。油こぼれた。これ、うめえ、マジで。これ、美味しいよ。これ、美味しいよ、これ。うまい、これ。止まんねえわ。うん。ちょうどいい。本当にね、あのね、ダイソーに売ってるね、アンチョビね、本当に食ってみよ。恐ろしいほど塩分が高いから。あれ食えたやつ、あれ全部食ったら多分死ぬと思うよ。うん。あれ一缶丸ごと全部食ったら死ぬと思うよ、俺。おそらく。あそこまでしょっぱい食べ物俺食ったことないわ。塩以外で。下手したら塩よかしょっぺんじゃねえのっていうレベル。どこやったっけな、オリビアの。
モロッコで水揚げされる当製品のイワシってことは、北大西洋。大西洋だ。北大西洋だ。太平洋じゃなくて、大西洋だ。アメリカが中国の東。うん、あ、うまいな、これ。しかも、DHA と EPA ってあれだぞ。マジですごいから。だから俺これ飲んでんだけど、これ。これにどんな効能があるかというと、酒飲んで、中性脂肪を、下げるんですよ。DHA とか EPA は。だから、俺前、数値がものすごい高かったんで、意外と美味しい、これ。うめえ、これ。うめえ。こんなうまいやつ、やっぱ、ダイソーすげえな。で、アンチョビ。アンチョビあまりにもしょっぱくて水につけといたんですよ。そしたらね、全くね、しょっぱくなくなってね、全部抜けたな。うん、ここに、これちょっと結構油入ってるから、ここにもうアンチョビぶっ込んで、放置しとけばいいんかも。ちょっとあれ抜けすぎだな。うん、あれは。抜けすぎた。モロッコ。うん。一年中暑いんじゃないのというイメージありますか？日本、実は日本のように四季の変化があります。春、夏、秋、冬、大体同じですね。日本と。モロッコはあれですよ。北半球だから、日本と同じなんです。南半球の、オーストラリアとかは、12月が、夏なんですね。真逆のパターン。具体的になんでなんだろうかっていうのは、俺も知らん。だからギリギリのその、南半球と北半球のそのギリギリに位置するそのさ、なんだ、赤道直下の、ところで、はどうなるのかっていう。もう知りたいよね。あ、うめえ、これ。これはうめえや。あ、おいしい。日本の約 1.2 倍の国土を持ち、砂漠や高原、平野に、山地とや様々な地形を、要するモロッコは、エリアごとに気候が異なります。はぁ。なるほどね。モロッコ。
やっぱこの綺麗だよね、やっぱね、このね。街が。青い、壁？なんかよく白い壁でなんか塗り固められてるみたいな、のは知ってるんですけど。これ青いですね、全体が、それが。水色。水色の、ねえ、壁。家のその、壁がすごいですね。これは逆にあれだぞ。冬になったら、寒いぞ。人間って寒暖色とかありますからね。青いものを見ると寒く感じて、赤いものを見ると暖かく感じるんですよ。これは実際そうなんですよ。だから、夏青いの、青い部屋にするのはいいんだけど、冬には、青い部屋だと寒いんですよ。だから赤い部屋にした方がいいって。まあ赤を、した方が実際涼しいって感じるんですよ。夏は涼しく、青を見ると。赤は暖かくなるんで。これ本当なんですよ。これ実際本当だからね、本当に。本当なんですよ。これも不思議なんですよね、これも。これも不思議なんですよね。まあだからそれだけ人間っていうのは見た目でこう判断されるってことです。まあかき氷のシロップの味も、全部同じで、まあ香料だけ違うと。色と香料だけ違うっていうだけなんですけど。まあだから、味っていうのは、舌も当然なんだけど、鼻と目もかなり左右されるってことです。これがまたに、人間のね、面白いところ。ということでと。これ案外美味しかった。美味しかったって、こっちがうまかったっていう感じに聞こえるけど。いや、うまい。普通に。いや、びっくりした。意外とうまいなぁ、と思って。糖類使ってる割には全然その糖類の甘さとかもないし。まあ、コクは確かにないはないんだけど、まあでも、そんなに苦くもないし、別に普通ぐらいの感じで。いや、意外と美味しかったっすよ。まあ、香りもちょっと良かったんで、美味しい。これ美味しいですね、普通に。びっくりした。発泡酒なんでまじ何の価値もねえだろって思ってたけど、いや、意外と、これ美味しかったっすね。3344です。ご視聴ありがとうございました。